核兵器国、そして非核兵器国、双方が共同で発出したこの画期的な文書であると思っています。昨日本日と2日間にわたりまして開催いたしました G7 広島外相会合におきましては、各国外相の協力を得て国際社会が直面する喫緊の課題、さらには主要な地域情勢につきまして率直に、そして白熱した充実した議論を行うことができました。歴史的な会合になったと受け止めています。 NPT 運用検討会議が決裂してから後、初めてこの核兵器国、そして非核兵器国、双方が参加する形で共同で発出したこの画期的な文書であると思っています。多くの外相から心を動かされた、大変この強いこの印象を受けた、そういった声が口々に発せられていました。平和公園で献花をしたわけですが、その際各国外相を並んでこの写真撮影に収まる際に、ぜひ目の前に見えるこの原爆ドームを見てみたいと、実際あそこまで行けるのかという声が突然起こりました。全く予定になかったことでありますが、この G7 外相側からぜひ見てみたい、こうした強い意向が示された、このあたりも今回の訪問視察が外相たちに強いインパクトを与えられた一つの例ではないか、こんなことも感じているところであります。我が国においては非核三原則が存在します。我が国は NPT 条約、核兵器不拡散条約、これをしっかりと締結をしており、この条約は大変重要な条約であると思っています。 NPT 体制を重視する我が国の立場、こういったことを考え合わせても、我が国がこの核兵器を保有するということは全くありえないと考えています。